いくらかっこいい人でも講義でうとうとしてるとかっこ悪く見えるよね。でおなじみこうです、ね、自分も今年教員免許講習というのに行ってきたんですけども、ね、ああかっこいい人だなこの人みたいな感じで見てるんですけど、昼過ぎになるとすごいうとうとして机に突っ伏してるところをね見たりとかすると、ああみたいな感じで思っちゃったりとかするんですけど、どうでしょうか、僕だけでしょうかね。はい、始まりました、小学校の先生による小学校の先生のための番組 TV ということで、始まりましたね。今までは最近ね教員免許じゃなかった、教員のね採用試験のことについて話していましたけども、まあ、今回久しぶりに先生方に向けてのお話をさせていただけたらなというふうに思っております。今日はまあ夏休み入ったっていうことでね、本を頑張って読もうかなと思っている方々多いと思うんです。僕もね、思っているところで、ただどんな風に読んでいくのがいいのかなって、思う方多いと思うんです。ね、いやこれは読み切りたいなとか、ね、このこと学びたいなって夏休みだからね、すごく思うんですよね。うん、僕もすごく思うんですけど、なかなか読み進められない。で、買うはいいけど溜まっていくみたいな感じな、ね、ああ、こんなに残っちゃってお金は少なくなったけど、みたいな感じになりがちなので、そうじゃなくって、ちゃんとどんな風に本を読んでいくといいかなっていうところを一緒に考えていけたり、伝えていけたりとかできたらなと思っております。よろしくお願いします。時に大事なことって、本を読むって何ぞや。ね、本を読んでどうしたいのかっていう風なことを考えることが大事なんかなって思います。で、僕、本の読み方の本が結構好きで、ややこしいですよね。読書本とかって言われるやつなんですけど、ね、こんな風にやると頭の中に入りやすいよとか、早く読めるよってとかっていうのを、まあ、読むんです。じゃあその分、一冊でも読めよ、別の本読めよって話なんですけど、まあ、好きで読むんですけど、まあ、見てると結構本それぞれによって、速読とは何ぞやとか、本とは何かっていうところがずれているんですよね。まあ、それぞれ正しいんですけど、やっぱ取り入れていくにはバラバラだと、やっぱ取り入れづらいところがあるんです。で、考えていくときに、じゃあ読書するって何かっていうと、自分の、力を高めることが、やっぱ最終目標、最終目的になります。だから、その書いてあることを全部インプットするっていうよりは、まあ、それも含めて自分の力を高めていくっていうことを最終目標にします。の上で、考えていったときに、本って一口に言ってもいろんな本があるんです。自分の中で今3種類あるんですけども、例えば一つ目は、娯楽系の本です。小説とか、まあ、エッセイももしかしたらそうかもしれない。ね、そういうのが娯楽系の本。で、娯楽系の本は、これ速読とかいらないです。ね、例えば、これ、小説じゃなくて映画だったりとかした場合、ね、早送りして、早く先が見たいかっていうと、見る意味ないですよね。やっぱ文章表現に浸ったりとか、自分はこんな気持ちだな、主人公だったら、とかっていう風に感情移入しながら読みたいですよね。それが楽しいんですよね。だから、ここでは速読の必要なんてないし、何か、付箋を つけたりとか、なんか速読テクニックを、使う意味はないし、使わなくていいんじゃないかなと思ってます。ね、2種類目の本は、How to 本です。まあ、教育系の本でも結構ありますよね。学級経営の作り、学級経営の仕方とかね、良い授業の仕方みたいな感じで指導案とかが載ってて、こういう風に気をつけますみたいな。これを読めば、まあ、これできるようになるよっていうのが、まあ、How to 本って言われるやつですけど、これも僕は、まあ、速読とかって、まあ、速読できるかもしれないですけど、まあ、急いで、読むというよりは、辞書的に使っていくのがいいんじゃないかな。自分の調べたいところを調べていくっていうような感じで、使っていくのがいいんじゃないかなと。だから全部読む必要はないですし、例えば、自分が小学4年生なのに、小学校1年生、2年生とかで見ないんですよね。まあ、見てもいいんですけど、そこまで見ない。っていうところを考えると、まあそういうふうに辞書的に使っていくのがいいのかなというふうに思います。ね、で、ここで考えたいところは、1日に、まあ、本何冊読めますとか、ね、夏休み中に何冊読みましたっていう意味はあるのかっていうところに僕は思っちゃうんですよね。やっぱその本ってそれぞれ使い方があるので、ね、早く読める本もあれば読めない本もあるし、
読む必要、全部読む必要の本もあれば、そうじゃない本もあるということを考えると、冊数で追っていく意味ってあんまりないんじゃないかなって思うんです。うん。なので、そういうハウトゥー文に関しては、自分の必要なところだけつまみ食いしていくような感じで使っていくのがいいんじゃないかなと思います。三つ目の本は、自己啓発本です。まあ、広く言いますと、まあ、自己啓発本になるかなって思います。それは、まあ、あと、まあ、ビジネス本とかも入ってきますかね。うん。自分の、まあ、人間性も含めた自分の力を高めていく本っていうのが、まあ、ここの分類に入りますね。うん。だから、まあ、ハウトゥー本に、だから教育でいうハウトゥー本に似ているけれども、別にその人の考え方が、まあ、よく書かれている本は、こっちの自己啓発本のようになってくるのかなと思ってます。例えば、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、社会科で沢井先生っていう、今、国士舘大だったかなの、教授をされている先生が見えるんですけど、元、教科調査官さんですね。うん。その方はいろんな本を出されていて、例えば指導案とかと一緒に出されている本もあります。それは、まあ、多分、ハウトゥー本に入るんですけども、例えば、学級経営の9割は問いみたいな本があるんですけど、その本に関しては、どちらかというと自己啓発本寄りになるのかなっていうふうに思います。で、この僕の中ではこの自己啓発本、ビジネス本をどんな風に読むのかっていうのが読書の仕方だと思うんです。うん。だからここで、速読とかを使うといいんじゃないかなと思うんです。できるだけ早くたくさんの本を読んで自分の力を底上げしていく本、それが自己啓発本であり、ビジネス本なので、ここで、ここを僕はもう少しこう深掘って皆さんに紹介していけたらなっていうふうに思っています。じゃあ、まあ読み方なんですけど、僕2種類ありまして、まあ2つ目はまあその1種類目のアップグレード版みたいな感じですけども、まあ1つ目はもうとにかく早く読むという本です。まあ一冊読み切っちゃうっていう方法です。ね、例えば新聞を読むってなって、で、例えば15分間でこの1日分全部読んでくださいねって言ったら無理だろうと、ね、後でクイズ出しますみたいな感じで、まあ、無理だろうと思いながらもう多分15分だったらまあザーって読むじゃないですか。で、どこに何書いてあったかって後で聞かれた場合、なんとなく覚えてると思うんですよね。うん、あ、なんかあそこに書いてあったなみたいな感じで覚えてると思うんです。なので実はこうバーって読むだけでも実は頭に入ってるっていうことが、人間あります。うん。なので字でなぞってるだけでもちょっとずつ頭に入ってるので、そういうふうにして、まあ、読むっていう、方法、これ1回目読みます。で、1回目って言ったら2回目も読みます。で、1回目の時に気になったところに付箋貼っていくんです。僕結構付箋使うんですけど、付箋貼ってって2回目読むときは同じようにビャーって読むんですけど、通して読んじゃうんですけど、素早く付箋のところにちょっと立ち止まる。で、これなんで付箋貼ったんだっけみたいなことを考えるんですよね。ああ確かそうやった、そうやった、ここ大事だと思ったんやみたいな感じで付箋で立ち止まりながら2回目読んでいく。まあさっきよりもなんか頭や話の流れ入ってるしね、早く読めるはずです、1回目よりも。どうかな、ちょっと遅いかもしれないけど、でも同じぐらいのスピードで読めるのかなっていうふうに思ってます。で、まあなんとなく頭に2回読むと入ってきてる。で、3回目、まあこれぐらいやるとなんか読んだ気がしてくるので、他の人にも伝えたいなって思い始めますよね。うん。僕だったらインスタで話したり、こうやってね YouTube とかで話したりとかしたいなと思った時に、情報収集のためにもう一回読むんですよね。これは読みたいなっていうよりも誰かに伝えるためにはね、ちゃんと知識断片的なやつをつなげないといけないじゃないですか。で、その時にどうやってつなげてやったっけとかって言って見返したりとかするとか、僕の場合ノートがあって、ノートに一回まとめてるんです。こういうの、こうやって話す時とかインスタにやる時、ちょっとめんどくさいですけど、読書記録とか結構まとめてるんです。そういうのを書いたりしてインスタに載せたりとかすると、絶対読まないといけないって言って3回目4回目読むことによってさらに頭に入ってくるっていうような感じで僕はやってます。まあ、3、4回読めば、まあ、なんとなく頭に入ってるんじゃないかなと思います。で、まあ、これもね、もっともっと読み込んだ方がいいんじゃないかっていう声もあると思うんですけど、
なんかね、レモンとかと一緒で、まあ、確かに絞れば絞るほど汁は出てくるんですよね。うん、けど最後の方の汁って美味しいかっていうとそんな美味しくないですよね。うん、っていうのと一緒で、あの本もまあ何絞りもしなくても一番美味しい汁だけ飲めばいいんじゃないと思うんですよね。うん、あの最初の方に言ったように、まあ、どんだけ読んでどんだけ高められるかっていうところなので、まあ、そこまで読み深めなくてもいいかなと。で、次のレモンに行っちゃっていいんじゃないかなと思いますね。で、あの次のレモンを絞ってると、あれ、さっきと同じような汁じゃないみたいなのに気づくんですよね。僕、あの同じジャンルを3冊以上読もうとしています。例えば今家に興味があるので、まあ、またちょっとおいおいね、話してたり考えたりしたいなと思うんですけど、家について興味があるんで、家の本を 3,4 冊買って同時に読んだりとかしてます。そうすると、あれ、ここずれてるなとか、ね、あ、これ絶対大事なんやっていうのが分かったりとかするので、ね、なのでざっくり読んで次の本っていう風に言っちゃっていいんじゃないかなっていう風に思っています。で、そのアップグレード版で2種類目があるんですけど、2種類目の方法は同じようにバーって読むんですけど、読みながら気になったところに付箋を貼る。それも一緒なんですけど、その付箋に自分の気になったところを、なんで気になったかを書くんです。で、貼っておく。で、そうやってあの気になったこととか読んで考えたことを付箋に書いて貼るという読み方をしてます。これはあの前田裕二さんのメモの魔力という本を読んで、まあ、ちょっと最近やりだした方法ですね。やっぱこの本の知識を入れるだけではもったいないなと思いますし、そこで、まあ、頭で考え継ぐことも含めて読書って大事かなっていうことを思うと、その頭でポンと思い浮かんだことをしっかり残しておいた方がいいなっていうふうに思ってるので、付箋で書いて貼ってます。なのでスピードは遅くなりました、速読よりも。うん、なんですけど、その一冊からまあたくさんの情報とか考えを自分の中で得てるっていう風に考えると、まあちょっと遅くなってもいいんじゃないかなっていう風に思ってますね。でその付箋をまあ後でノートにまとめたりとか、まとめたものをインスタに載せたりとかすることで、まあ何遍か使うっていう風な知識を使ったり、考えをまたまとめたりとかっていう風で、まあよく言うアウトプットですよね。アウトプットするために何回か、まあそうやって本をこすることによって自分の中で整理されていく。で、まあ、アップグレードしたように自分の思考もちゃんと位置づけて、形として表していって、まあ、パッケージとしてまとめることを今は大事にしています。こんな読み方もあるかなっていうふうに思っています。はい、というふうに2種類の読み方を紹介しました。まあ、基本的にはざっと読む。で、気になる部分には付箋を貼る。またはメモも書く。で、それを何度かやる。そして、まあ、あらかたで、次の方に移るっていう風でやっていったらいいんじゃないかなっていう風に思いますので、ぜひこの夏休み、たくさんの本を読んだ。ね、要は、冊数勝負じゃないけど、自分の力高まったなっていう夏にぜひともしてほしいなと思っております。参考になったなとか、いいなっていう風に思った方、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。おいおい、それは何だとか。ね、それいいねっていう言葉で言い表したいなっていう素敵な方々をコメント欄にコメントしていただけると大変ありがたいです。喜びます。本当にたくさんの方、聞いてくださってありがとうございます。チャンネル登録もとても増えました。本当に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。ではまた。